まだまだ。そうですね。ハリーさんがすごく頑張ってらっしゃるっていう。ここはやっぱりしたらびっくりするぐらい。今は現状さん。状況5年とか書いてますが、電力3年と同じでございます。ね、電力なんか分かりやすいですよね。この結果書いたんですよね、これ。素晴らしい。富士の平等院のね、阿弥陀さんが、はい、上長。なんですが、そこのお弟子さんが作ったんですので、上長陽と言って、様とか言って、上長陽の阿弥陀様が言ってます。ね、鎌倉時代初めとか、はい。いいお顔されてますもんね。すごい。もう、いわゆる完全に日本のね、仏像が完成したっていう感じですね。それこそあの飛鳥寺とかの仏さんの顔がちょっと違いますね。そうそう、ここで先ほど言いました練り供養、練り供養、ね、ここでやっております。もともとは鎌倉時代に、ね、作られたんですが、もっとこれで赤処理にあったらしいんです。それが勢力が少し落ちてきたんで、こちらへ引っ越してきた時に平屋で帰ってきたんですね。それが室町時代で、もともとは鎌倉時代に、鎌倉時代が一番ね、はい、そうですね、勢力があったと、広がってたと、お伺いしたことがあります、はい、ありがとうございます。静かなだけが取り柄でございますね、ここね。こういうところでね、昔のままにやると、なかなかいいもんなんですよね。今京都や奈良のお寺はね、すぐプロジェクションマッピングとかね、派手なことばっかりやってますけどね、そうじゃなくて、昔の形をね、そのままね、しっとりとやったらね、なかなかいいもんですので、ぜひなんかそういう形でさせていただけたらいいなと思ってますんです。ぜひまたその時はご相談させてください。こちらこそお願いいたします。こんなね、立派ないいお寺がこうやって脈々と残ってるということをね、ちゃんとやっぱり世間に知っていただきたいですよね。こういうのをちゃんと生かしていかないとね。ディズニーランドに行く本当10分の1がね、ちゃんとこういうところに来てね、皆さんがね、ちゃんと10分の1来たら偉い。泳いだでしょ。子供の頃ね、はい、泳ぎに来ました、はい、ね、昔はもっと水量があってね、はい、それで結構なんかきついんだ。きついです、結構怖かった。溺れそうになった。そう、すごい。すごいですね。すごい。
ここに泉が湧いておりまして、はい、この水が目の病気に効くということで、はい、ここに泉が湧いてたなと思います。はい。はい。足利義満の奥さんが目の病気になった時に、はい、この水で治療したら治ったと、はい、これも伝説でございますが。日本の山を昔はね、こんなね、私たちの時代は。実は、ああ、今日は2回目なんですね、ここ来るのは、はい、ね、この間あまりにも素晴らしいからね、はい、もう一回行きましょう。本当に暑い日でした。はい、朝6時半頃に突如電話がかかってきまして、今日何してるっていうじゃあ新大阪へ行きますって言ったら、僕も新大阪へ行くという偶然が重なりまして、こちらへ、はい、で新大阪からちょっと明石まで走ろうよ、はい、はい、ドライブしてまいりまして、であまりにもいい、素晴らしいお寺だったんで、今日あの、またぜひもう一回ということで、やってまいりました。前回は住職さんいらっしゃらなかった、いらっしゃらなかった、ね、誰もいらっしゃらなかった、はい、でもひっそりとした中で、はい、ひっそりとした中で2人だけでうろうろして帰りましたんですが、幸い今日はたくさんの、皆様とご一緒させて、たまたまね、近くにあの江南大学の同級生が住んでいるというのは発覚しました。今日はそこにちょっとカメラが映らないところに隠れていらっしゃいますけど、今からカメラがずっと動くはずです。関口和美さんでいらっしゃいます。ありがとうございます。でご案内いただいて、今日はね、2度目の、参拝させていただきました。そのもともとね、こういう大きな寺社仏閣は、はいはい、それぞれのこう事業を持ってた、はい、わけですよね、はいはい、でお米とかを神社にこう奉納した、はい、ね、するそれのお礼に神社とかお寺がお能を見せて、はい、崩落 の、はい、あのそういう催しをしたわけですね。これが大体お能とかが、まあ、寺社仏閣で上演されてたあの元の形、はい、ね、ですからそのこういう、まあ、観光行事でバーッとやるのもいいんですけども、もともとここでやってたそういうその、はい、ひっそりとした、はいはい、いいね、催しがもう一回再興できればいいなというふうには思いますね。そうですね、うん、はい、あのまあ、ここは本当に立派な、ね、神戸で唯一の国宝の、ね、うん、あ、そうそう、神戸市で唯一の国宝、の本堂を、ね、持ってらっしゃいますし、はい、歴史も本当にある、お寺でございますから、ぜひともね、お力をいただきたいと思います。神戸市に強い人もいらっしゃいますので、はいはい、まあ、ぜひあのよろしくお願いします。今日はね、たまたま来るって言ったらね、皆さんあの本当になんか2人か3人のはずがなんかすごいです。総勢7人で来たので、はい、次回はこれが、まあ、10倍ぐらいに膨らめるといいなというふうに思ってますからね、はい、コーヒーも美味しいですので、はい、コーヒーを飲みに、コーヒー飲みに来る価値もありますね、はい、物を見て物を見てコーヒーを飲むツアー、ね、あ、いいですね、ぜひ実現やりましょう、はい、よろしくお願いいたします。このコ
ーヒーは秋味です、ね、秋しかないそうですので、どうぞ皆さん秋には秋味を、はい、僕前回来た時はあの甘苦というのを飲んで、甘苦 ね、あれも美味しかったです、はい、ブレンドの一番苦いやつになります。甘いんですけど苦いですね、名前今一通り説明していただきました、ね、実はね、表参道に大坊っていうね、大坊っていうすごい美味しいコーヒー屋さんがある。そのマスターのお話で前回盛り上がったんですよ。でこのね、明石の山奥でね、表参道の大坊の話が出るとは思わなかった。超マニアックな話で、僕はただあーって聞いてただけですけど、コーヒー好きの人しかわからない、わからないですね。はい、大坊美味しかったです、ね、もうね、お店がなくなっちゃったので本当寂しいですけど、ここのお味がちょっと似てるので少し懐かしいです。皆様もぜひ第三次コーヒー焙煎室へお越しください。ね、大三寺のお庭を作る、素晴らしいお庭が、ね、ちょっと今日は拝見できなかったんですけど、素晴らしいお庭があって、そこ の、 あの庭を作られたのが播州大倉谷の庭職人の方たちがいらっしゃった、ね、あのこれもなかなかちょっとトピックかもしれないですね。この庭作りとお家作りって関係してますしね。で大体その大倉一度かというその護岸工事とかね、はい、そういうのが得意だったって言われてるんですよ。あのそういう職人たちの集団だった。あ、そうですか。あの浅木奥之院、はいはいはい、この奥の奥に奥の院っていうね、ちょっとパワースポットのようなとこあって、あそこもなかなか素敵でしたね。素敵でしたね。本当に自然の残る苔もしたいいところで、ツルツルの靴は履いていかない、はい、ちゃんと本当に苔が地面にしたいいところでしたね。苔に見とれて苔ない